今度はユンジョンファン。クロスは急激に落ちて西谷。さらに終了間際の44分、 PK。まあ、今年 J1 というステージで我々活躍させていただきたいと思ってますけども、チームとしての目標はですね、まあ9位以内とシングルの数字を目指すということが一つ、もう一つは J リーグ、それから天皇杯、カップ戦という3つのタイトルに挑戦できる権利があります。この3つのタイトルのですね、1つでもいいから取れるようにチャレンジするというところを目標にスタートしていきたいというふうに思っております。3年間のですね、悔しさと、そのサポーター皆さんと、ご支援、喜びを分かち合ったその昇格というところを、きちっと胸に刻むということと、J1、そのもちろん昇格もそうなんですけども、J1 を戦い続ける継続性っていうか、維持するのも非常に、大変なリーグだという、そういうそのきちっとした、そういう厳しさを持って再スタートを切るということが、まあ、非常に、重要なのかなというふうに、思っております。一旦、저희와 내에서 다시 이렇게 싸우게 됐는데、글쎄요、もう、사장님이나、もう、부장님께서 말씀하셨듯이、저희가 올해는 정말、새로운마음으로또강한마음으로제안에서도전을해야되지않을까라는생각이듭니다자기모습만보여진다라면분명히팀은좋게좋은방향으로흘러가지않고요구를할것이고또본인들도그렇게생각을하고있었는데그렇게해서서로가더도와준다라면본인들의그런좋은장점들이더부각되지않을까생각이듭니다저또한그세선수들뿐만아니라여기세레스오사카에있는모든선수들을믿고이제부터일을시작하려고하고있습니다ここでタイムアップ延長戦を戦い抜いたセレッソ大阪が横浜 F ・マリノスを下しました。2対1、これでルヴァンカップに続きまして天皇杯2017年度は2冠達成となりました。セレッソ大阪、ルヴァンカップに続き天皇杯も制しました。これで年間2冠、セレッソ大阪、素晴らしいシーズンを送りました。相当増えていましたよね。そうですね、3対0、3点リードで勝利を収めた柏レイソル。あとは他会場の途中経過、今日本当に残念な結果で本当に申し訳ないなと思います。ここ来て2年目ですごくいい経験させてくれた皆さんに本当にありがたい気持ちいっぱいです。
まずスポンサー様とスポンサー様さんとスタッフ関係者皆さんと本当に初監督として OB 監督として読んでいただきまして、本当にここを来て一つだけこのチームをなんとか変えて本当に強いチーム、そして皆さんに勝つことを見せるためにやってきました。ここにいる選手すごく辛い気持ちもあると思うし、いろんな大変な時間がすごい長かったと思いますけど、昨年本当にみんなが一つになってそれで2冠取ることになりました。すみません、今日本当に日本語で準備をしてきましたけどなかなかうまくいけないんで理解してください。本当にここにいる選手たち今年もいろんなタイトなスケジュールと怪我が多い中でもういろんな選手がそこを頑張ってくれて、まあ、いろん4冠取る目標をしてましたけどそこまで届かないことはすごく申し訳ないし、ただ来年も J1 で戦える、それは残しているんで、まあ、それで今年はもう残念な結果になりましたけど本当に選手たちにありがとうって言葉を伝えたいなと思います。そして去年からすごく僕が感じたのはいつも試合が始まる前に皆さんが先にグラウンドに来て準備する姿、そして試合中に応援するそういう姿を見て本当に感動しました。それで本当に勝って皆さんに何かを返さないといけないなことをいつも思って戦いました。その結果が、まあ、去年の結果につながっているし今年もそこまで結果は出なかったんですけど選手たちもその勇気をもらってすごい戦ってくれたと思います。それを本当にセレッソがいる間皆さん最後まで選手たちを押し後してくれればありがたいなと思います。今年もあと1試合残していますけどもう最後まで諦めずに戦って少しでも上に目指して頑張っていきたいと思うんでまた応援よろしくお願いします。本当にこの2年間すごくいい思い出をしてくれたこのセレッソ大阪を一生忘れないと思います。私まだどこを行くかまだ決まってはないんですけどどこ行ってもセレッソ大阪チームと皆さんをいつも応援していますので僕もどこ行っても応援してください。本当に2年間本当にありがとうございました。
ありませんが、このセレッソ戦は昨シーズン活躍があって2ゴールも決めています。ジェルマーのボールを持って縦に出す、抜けてくる、イノイ、キーパーと対し、キーパー弾いた、そして後ろから海洋シュート。香川の活躍、今のプレーもう一度ご覧いただきましょう。ジェルマーノが縦、イノイ抜けてオフサイドありません。キーパーと1対1弾かれましたが、空いている、海洋、こぼれたボールが入った。一気に勝ち越し、セレッソ大阪2対1。同点の後すぐに勝ち越し、いや大きいですよこの追加点は。谷口さん、森島選手ならも飛び出しましたね。今海洋選手が近づこうとしています。素晴らしいシュート、森島の姿。やはりベンチに入っただけでこのチームの雰囲気が変わります。斜めのパスから藤本、2試合連続弾、北京オリンピック代表候補藤本浩太のバズーカ砲炸裂。山岸、このシュートは防げなかった。だがセレッソ、しかしセレッソも負けじと藤本のこの驚異的なヘディングですぐさま同点とします。これは高い、あ高い、高いな、高いよ。田中裕介、ふわりと浮かしたボール、ヘッドロジェル、右足のシュート、決まりました。セットプレーからセレッソが先制。あのシュートがねちょっと、強いシュートじゃなかったのが幸いしましたよね、はい、最後決めたのは藤本浩太、まあ、打った瞬間は少しジャストミートできなかったのかなという印象を持ったんですが、ちょっとタイミングを外すような形になりましたよね、ヘッドで落としてダイレクトで打っていきました。いいコースできましたね。今シーズンをもちまして引退することとなりました藤本浩太。